九州送電株式会社は大正から昭和戦前期にかけて存在した日本の電力会社である。九州電力送配電管内にかつて存在した事業者の一つ。戦前期の九州における大手電力会社九州水力電機、東方電力などによって設立。宮崎県北部を流れる五カセ耳川において電源開発を手掛けるとと,ともに発電所から 福岡県へ至る長距離高圧送電線を建設して、両電力会社に電力を供給した。1939年から1942年にかけて日本発送電へ設備を出資、上渡し、1942年に解散した。1891年の九州最初の電気事業である熊本電灯開業から16年経った1907年8月、 地元有志が設立した日向水力電機が開業したことで宮崎県においても電気事業がスタートした。1910年には延岡電気所も開業し、宮崎県ではこれらの事業者により水力発電所の建設が進んだ。しかし発電所の数は多いもののその規模は小さく、1910年代までに建設された。 発電所はいずれも出力が 500kW 以下であった。日向水力電気が開業した日露戦争後の時期から日本では長距離、高圧送電技術が発達し、需要地から遠く離れた山間部でも電源開発が可能となって、電気事業がその姿を変えつつあった。そうした中で早くから水力開発の敵地として注目されたのが、 大分県を流れる筑後川上流部や山国川で、これらの河川では、水利券の申請が相次いだ。申請者のグループを合同して1911年に設立されたのが、九州水力電機で、1913年に、九州最初の1万キロワット町の大容量水力、発電所である女子畑発電所を建設、福岡県北部の北九州工業地帯へ、 電力供給を始めた。九州総電設立を主張した、定信大臣、野田宇太郎1910年後半になると、豊富な水力資源を抱えるもの,の需要地から遠く、開発が遅れていた宮崎県が次なる、水力開発の敵地と目されるようになる。当初進出を図ったのは、電力会社ではなく、工業会社で、まず、 福岡県大牟田市に工場を持つ三井系の電気化学工業が1916年11月に大淀川の同年12月に五河瀬川の水利権をそれぞれ申請した。ついで北九州に日米版ガラスを設立した住友財閥がガラス工場の電源を確保するため当主住友吉左衛門名義で耳川の水利権を申請する。 これらの動きが契機となって、水利圏獲得競争に火がつき、特に県北部の五ヶ瀬川には、水利圏申請が殺到。1917年に、上記の九州水力電機と熊本県の熊本電機。1918年に、三菱工業がそれぞれ水利圏を申請し、さらに1919 19年には、福岡県西部から長崎県にかけて供給する。 有力電力会社九州電灯鉄道まで参加するに至った。水利券の獲得競争が続く1918年9月、電気事業を所管する定心省の長に福岡県出身の野田宇太郎が就任した。電力国営論社の野田は、定心大臣就任にあたり事業合同、電力統一を方針として打ち出していた。九州水力電気は野田へ働きかけ、 取締役で野田と親しい遊う滝地を通じて、五ヶ瀬川水利県を単独の会社に許可しないよう要請する。これもあって1920年9月に野田はどの会社にも単独では許可を出さないので各派による合同会社を設立するように、との内容を明かした。一方、九州水力電気と対立関係にあった九州電灯鉄道は実際の水利権許可を出す。 宮崎県に働きかけるという手段で対抗。同社は公術の県外送電反対運動に対する県知事、広瀬直美樹の立場に配慮し、県内の細島に成功書を新設する県に土木費として50万円を寄付するといった条件を掲げ県の説得に成功した。宮崎県が九州伝統鉄道の要請を受け入れたことから県の上進を受けた。 低信省でも、同社への水利県単独許可を認め、その上で、新設の送電会社に、セリネ外各社を参加させる方向で決着させようと、した。しかしこのことを耳にした九州水力電機の麻生、滝地は、野田や、首相の原敬に抗議し、野田と親しい三井財閥の団卓馬を仲介者として、同社相談役の和田豊二と共に、低信省の方針に抵抗した。 結局1920年12月末、野田宇太郎提新大臣は、五ヶ瀬川の水利権は、単独許可せず、九州の電気事業行動を視野に入れた新会社、九州送電株式会社を新設して、これに許可する方針を打ち出し、これに従って、翌1921年1月に、九州水力電気、九州電灯鉄道などにより九州、送電創立発起委員会が立ち上げられた。 宮崎県への参入を図る各社の前に立ちはだかったのが県外送電反対運動であった。相次ぐ各社の推理権申請を見て、1918年12月に県営電気事業を起業して各社から電力料金を徴収すべきという意見が宮崎県会にて起こったのが発端である。県営電気事業の議論があった最中の1919 19年11月、 県内消費の条件付きで大淀川の推利権を取得していた電気化学工業が事業環境の変化などの理由で宮崎工場新設を撤回して既存の大牟田工場へと送電するという変更を低審省へ申請した。この方針変更は県会にて詐欺ではないかという批判を招き、これを機として県営事業の議論は県外へ送電する業者には 水利権を許可しないよう求める。いわゆる、県外送電反対運動へと転化する。そしてこの動きは、九州送電設立が決定すると勢いを増して、県海外にも拡大していった。九州送電設立が、新聞報道された後の1921年5月10日、宮崎町内の恵比寿港で、金、太鼓を打ち鳴らして、県外送電反対が宣伝され、 県民覚醒の時期来るというビラが巻かれる事件が起こる。翌11日には町役場で協議会が開かれ、12日には県政財界の有力者が町役場に集合して県外送電反対同盟として県外送電絶対反対を決議し、県知事へその旨を打電する事態となった。その後運動は全県に伝播し、5月22日には 正式に宮崎県外送電反対同盟会が発足。6月1日には同盟会により県外送電反対の県民大会が開かれるに至った。こうして大規模化した県外送電反対運動であったが、宮崎県当局の態度を動かすには至らず、次第に反対運動から条件闘争を溶かしていった。その結果運動は徐々に衰退し、 1923年の関東大震災を機に収束。宮崎県は、翌1924年10月31日、九州送電創立北給委員会との間に、県への寄付金納付や県内需要への優先供給を定めた協定を結び、この問題を決着させた。九州送電所大専務。 堀内秀太郎宮崎県との協定締結を受けて1924年11月13日に九州総電の事業許可が定新大臣から下り、これを受けて翌1925年5月9日に九州総電株式会社の創立総会が開かれるに至った。創立発起委員会立ち上げの時点では九州水力電気、九州電灯鉄道、電気化学工業、 住友財閥に北九州を地盤とする九州電気軌道の5社で会社を設立する計画であったが火力発電に傾注する九州電気軌道は途中で撤退して参加しないこととなり改めて同社を除いた4社と熊本電気、三井財閥、三菱財閥と地元関係者にて資本金2000万円で設立する案をまとめた。しかしこの案も実現せず資本金は 不況のため1000万円に減額され、九州水力電気、東方電力、電気化学工業、住友財閥の4社出資により九州総電は設立を見た。九州総電の社長は空席で専務に元宮崎県知事の堀内秀太郎が就任した。本社は九州ではなく東京市内に構えた。九州総電の企業計画では、 設立までの経緯を考慮して、一旦東方電力名義で五ヶ瀬川の水利権許可を、得たの地球州送電がこれを譲り受けて、直営開発し、住友財閥が水利権を持つ耳川では住友から、開発を受託、電気化学工業が水利権を持つ大淀川では、開発後の送電のみを受託するものとされた。しかし、会社の設立が遅れたことで、電気化学工業は、 自社送電線建設に踏み切り、九州送電から離脱、1927年4月に、持ち株を九州水力電気へと譲渡した。このため、結局九州送電は、九州水力電気が過半を出資する、同社の参加企業となった。九州水力電気参加となったことから、1928年3月に、堀内秀太郎が病気のため辞任すると同社を代表して、 木村平門が常務となった。1934年7月、常務は木村から支配人の内本孝介と交代。その後内本は1940年に、専務へと昇格するまで常務を務め、同年6月には社長となっている。九州総電が最初に建設したのは、五ヶ瀬川の高千穂発電所である。発電所所在地は、 宮崎県西臼杵郡高千穂町大技を仕方。東方電力から水利系を譲り受けて開発した地点で、1927年1月着工、1929年3月14日に、竣工した。発電所の取水口は、上流の3カ所村、桑の内にあり、五ヶ瀬川本流を横断する園庭の湾から取水し、そこから一度、芋洗い谷を園庭で仕切って作った。 調整値に導き、さらに発電所へと同水して発電する。主要設備は、電業車原動機製造所制、フランシス水車、芝浦製作所制交流発電機、各2台で、発電所出力は1 2 8 0 0ットである。送電線は、高千保変電所から、九州水力電気女子畑発電所へ至る渡る町7 2 8キロメートルの66。 キロボルト送電線、福岡幹線を整備し、1929年5月1日より、九州水力電気への電力供給を開始した。なお五ヶ瀬川では、高千保発電所の上流側の3カ所村、桑野内にて、桑野内、下流側の七折村にて、高須屋、岩井川村にて、尾崎という3カ所の推理権を得ていたが、いずれも九州送電では、開発に至っていない。 西郷ダム、高千穂発電所に続いて竣工したのは、耳川の田代発電所である。発電所所在地は、宮崎県東臼杵郡西郷村大和田,田代。もともと住友財閥が、当主、住友基地財門名義で、水利権を取得していた地点で、1926年8月より、住友家より委託を受けて、九州総電が工事を担当し、 1928年1月に本工事機構、1929年12月14日に竣工させた。翌1930年5月、九州総電は、この発電所に関する推理権を、住友基地左衛門から譲り受けている。発電所の取水口は、上流の西郷村大和尾原にあり、耳川本流を横断するダムの右岸から取水する。 取水池には耳皮をせき止めた貯水池が付属している。主要設備は、電業車原動機製造所製、フランシス水車、芝浦製作所製交流発電機、各2台で、発電所出力は8 0 0 0ットである。田代発電所からは、高千保辺電所に至る渡る町3 5 4トルの6 6ルト送電線が整備された。また女子畑発電所から、 東方電力久留米変電所に至る 45.4km の6 6ルト送電線を整備し、九州水力電気に続いて1929年12月21日より東方電力に対する電力供給を開始した。ただし、供給電力の周波数が九州送電、九州水力電気と東方電力で異なることから、受給関係は複雑で、 周波数を 60Hz に設定する東方電力は九州送電の 50Hz の電力を直接受電せず九州水力電気助手畑発電所などの一部発電機を 60Hz で運転させこの電力に振り替えた上で久留米変電所で受け取る形をとった田代発電所に続いて建設されたのは同じ耳川の山須原発電所である発電所所在地は 田代発電所の上流、宮崎県東臼杵郡西郷村大鮮山さんが、同様に、住友財閥が水利権を取得していた地点で、九州総電が1929年12月に、寄港、1932年1月21日に、竣工させ、同年4月に発電所に関する、水利権を、住友基地財門から譲り受けた。 運転は4月1日より開始されている。発電所の取水口は同じ、大穴山さんが、地内にあり、耳川本流を横断するダムの右岸から取水する。ここでも、耳川をせき止めた、貯水池が付属している。水車、発電機は、各2台でいずれも日立製作所制。発電所出力は1 3000kW である。田代発電所と同様に、 山須原発電所も6 6ルト送電線で高千保変電所と連絡した。この山須原発電所と高絶の3カ所、海部物両発電所の完成により、高千穂から女子畑へ至る福岡幹線の送電容量を増加させる必要が生じたため、高千保変電所に昇圧用の変圧器を増設するとともに、女子畑から先、 福岡県飯塚市の加保変電所までの延伸工事を実施した。一連の改修工事は1932年7月に完成し、福岡幹線は高千穂変電所から加保変電所へ至る渡る町 122.6km の 110kV 送電線となった。また延伸により、九州水力電気への供給地点は加保郡の生津田海兵所へ移った。 1932年に、山津原発電所に続いて竣工したのが、五ヶ瀬川水系三ヶ所側の海物発電所と三ヶ所、発電所である。上流側の海物発電所は、宮崎県西臼杵郡三ヶ所村大技、桑野内にあり、大技三ヶ所に三ヶ所側を横断する園庭を、設けてその右岸から取水する。一方、三ヶ所発電所は同じく三ヶ所村大技、 桑の内にあり、三箇所川を横断する園庭の、右岸より取水するとともに海物発電所の放水を直に受けて発電する。両発電所ともに電業車原動機製造所製、フランシス水車、芝浦製作所製交流発電機各一台を備える。発電所出力は、海物発電所が1 0 5 0ット、三箇所発電所が1 3 2 0ット。 九州送電が水利権を取得した地点であり、両発電所揃って1931年11月29日に、竣工した。送電線は、海淵発電所から3カ所発電所を経て、高千保変電所へ至る66キロボルト線が整備、されている。塚原ダム、九州送電が6番目に建設した発電所が、耳川の塚原発電所である。 発電所所在地は山須原発電所の上流、宮崎県西臼杵郡諸塚村、大鮮屋台。住友財閥が水利権を取得していた地点で、九州総電の手で1935年8月に、寄港、工事中の1937年2月に、水利権を譲り受け、1938年9月20日に、竣工させた。 発電所の取水口は諸塚村大技七津山にあり、耳川本流を横断するダムの左岸から取水する。ここでも耳川をせき止める貯水池が付属している。またこの貯水池には耳川支流の柳原川、七津山川からも導水される。主要機器として電業車原動機製造所製、フランシス水車、芝浦製作所製交流発電機各4台を設置。変圧機は、 郊外の耳川変電所に設置する。発電所出力は当初5万キロワット、1940年以降は6万キロワットである。1929年5月1日より始まった、九州水力電気への電力供給は、1930年時点では1万7000キロワットで、その後、同年8月日課で19500キロワットへ。 1931年10月認可で3万2 0 0 0ットへとそれぞれ増強された。これらの女子畑、ナマズダ海解兵所への供給電力は1935年末時点では3万キロワットとなっている。また1931年5月1日からは、福岡県ヤメ郡のハイヌズ河変電所における、九州水力電気への供給も開始した。一方、 1929年12月21日より始まった久留米変電所における東方電力への電力供給は当初1万キロワット、1935年末時点では1万3000キロワットであった。宮崎県内では1934年3月より延岡市に工場を持つ朝日ベンベルグ県市に対する電力供給を開始し、同年7月11日より、 延岡電機に対する供給も開始した。塚原発電所竣工前、1937年12月時点の供給状況をまとめると、供給電力については5 0ルツ圏が、発電所5箇所出力計3 6 1 7 0ロワに、トに延岡電機からの受電を加えた合計3 7 1 7 0ト六6 0ルツ圏が、 九州水力電気からの受電6 6 0 0ットと東方電力からの受電3 7 0 0ットからなり、これらを以下のように供給していた。塚原発電所が完成した1938年には九州水力電気への供給を増強し、8月より宮崎県内の東美開閉所にて最大1万キロワット11月より 過密薬変電所にて最大4万キロワットの供給をそれぞれ開始している。1938年、政府が新設の国策会社日本発送電を通じて、全国の発電、送電を管理するという電力国家管理を規定した電力管理法が成立し、全国の電気事業者から主要な電力設備を出資させて1939年4月1日に、 日本発送電は設立された。この時日本発送電の管理対象とされた設備は、出力1万キロワット調の火力発電所や、最大電圧100キロボルト以上の送電線とそれに、接続する変電所などで、これに従い九州送電では110キロボルト送電線の福岡幹線と、福岡県方面の66キロボルト線4路線、22キロボルト線1路線、 高千穂、加保両変電所を日本初送電の設立時に出資する要停止書をより命ぜられた。出資設備の評価額は409万2695円で出資の対価として九州送電には日本初送電の額面50円払い込み済み株式8万1853株が交付されている。日本初送電への一部出資後も110 キロボルト線の福岡幹線のうち津山線と、加密薬線や発電所周辺の送電線、耳川、加密薬両辺電所が、九州送電に残るが、これらの大半は1939年4月の設備出資と同時に、日本初送電へと対応し、その後1940年2月1日付で同社へ、譲渡している。以後九州送電に残る送電。 変電設備は発電所間、または発電所、変電所間の連絡送電線のみとなった。日本初送電の発足により、九州水力電気や東方電力への電力供給は消滅し、九州送電の電力供給先は日本初送電一社単独となった。1941年4月、電力国家管理の強化を目指して、電力管理法施行令が改正され、 これに従って、翌1942年4月までの間に、出力5 0 0 0ット超の水力発電設備も、各事業者から、日本発送電へ出資された。九州送電も再びその対象とされ、日本発送電の第2回増止の際に、水力発電所6カ所と発電所間、または発電所、変電所間の送電線4路線を同社へ出資する、よう命ぜられた。 出資設備の評価額は2643万4342円50銭で、ここから日本発送電への車載継承価格797万4015円を差し引いた金額を基準として、九州送電には日本発送電の額面50円払い込み済み株式36万9206株が交付されている。岩宿発電所1941年10月に、 日本発送電へ、水力発電所を出資した九州送電であるが、当時、同社は耳川にて岩宿発電所を建設中であった。同発電所は耳川にて許可を得ていた、水利券四カ所のうちの最上流部で、日本発送電設立前の九百三十八年四月に、準備工事を着工、九百四十年初等より、本工事に着手して九百四十一年末に、 完成させた。発電所出力は2万5 0 0 0ットである。この岩宿発電所完成をもって、九州送電はすべての開発計画を終了し、岩宿発電所の設備一切を日本発送電へ譲渡して解散することとなった。そして1942年1月23日、株主総会にて、九州送電は設備一切への譲渡と会社の解散を決議し、 消滅した。発電所の所在地、河川名と出力をまとめた一覧表は以下の通り。岩宿発電所を含む7つの発電所はすべて日本発送電を経て1951年以降は九州電力に帰属している。ただし高千穂発電所に関しては1964年5月に九州電力から電源開発へ上とされ鶴田ダム建設に伴う 自家発電所の水没保障として新日本窒素肥料へ引き渡されている。送電線の一覧表は以下の通り、自社変電所はいずれも自社送電線に接続するもので、上表中にある5箇所を保有していた。ありがとうございます。